はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様に来ていただいております。モンゴル800の皆さんです。いや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 、いや、いつもながらにこの、あのニュートラルなテンションというか、ある意味ローテーションというか、こう回り回ってローテーションみたいなね感じで、よろしくお願いします。ちょっとあのカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、モンポチで歌ってます。ベースやってます。清作です。イエイエイ。はい、ドラムサッシュです。はい、イエイエイ。ギターのギマタカシです。はい、よろしくお願いします。ね、さあ、あのモンゴル800の、ね、皆さんといえば今年、ね、15周年イヤーということで本当に大活躍で、ね、1月にはベストアルバムリリース、して2月には、ニューアルバムのグッドモーニング沖縄をリリースしました。そして、ね、ツアーに回って、で沖縄県民の皆さんにも嬉しいフェスがやってきますよね。さあ、フェスのタイトルをどうぞ先生。はい、どうぞ。あ、僕ですか。モンゴル800がフェスティバル、ワッタワンダワン、もう一回やります。モンゴル800がフェスティバル、What a Wonderful World 13です。はい、おめでとうございます。いや、今回で3回目の開催ということになりますけれども、10月の5日土曜日、8日日曜日の2日間にわたってこう開催されるフェスということで、前回11年に開催した時に引き続きキャンプサイトももちろんです。はい、ありますね。ちょ、毎回なんか あります、ね。で、もうすでにこのキャンプサイトは、ソールドアウトアウトですね、はい、しているというね。速乾です。少なかったみたいで。ね、どのぐらいだからね、それもまだなんかやるたんびにね、うん、少しずつ増やしていってるんですけど、今回は何パリですか。200パリ。でも足りない。だってすごいもんで、本編もすごいんですけど、その2日間の間のこの中1日のこのキャンプサイトで行われる、なんていうかシークレットライブというか、出演者もすごいし、あれもね、なんかまあフェスの醍醐味っていうか、うん、まあ俺の中ではあのモーアシビっていうイメージなんですけど、うん、まあ、夜な夜な、あ、なるほど、なるほど、眠らずまだ音楽が鳴ってるっていう。ああ、いいですね。はい、うん、そして、ね、沖縄県民の方だけじゃなくて県外からも来るし、あのアジアからもちょこちょこ来てる。なんかお客さん結構来てくれてるみたいで、うん、もうちょっとやっぱ接点欲しいなと思ってたんで、うん、まあこれから先もアジアの、うん、アーティストさんとか、はい、まあ、僕らが先に出会えて、うん、でいいなと思ったバンドを呼んでいきたいなと思ってます、はい、これから、うん、いや、素晴らしいですね。そういう意味では本当に音楽を通じて、そのなんていうか沖縄っていうところを知ってもらい、うん、あのちゃんとコミュニケーションをしてっていうことで、音楽を使った、もうあれですね、あの琉球王朝のような信仰戦みたいな、うん、ね、沖縄においでみたいなね、こう感じになって、素晴らしいフェスティバルに成長していると思うんですけれども、さて今回もあの出演者がまたすごいですね。ありがとうございます。はい、まず小田和正先生に始まり、そうなんですよ、もう3回連チャン、3回連チャン、小田さんがまさかの解禁賞っていう、ああ、小田さんとサンボと、うん、はい、マキシマム・ザ・ホルモンと、はい、ドラゴンアッシュが、ドラゴンアッシュ先生、先生が解禁賞、うん、解禁賞、いや、素晴らしいですね。各年でやってるから2009年、11年、13年と、はい、ね、まあその大御所、その小田先生とかはね、なかなか沖縄県民もこう見るタイミングがないと思うんで、うん、ね、本当にこう来ていただくのも本当に嬉しいなというふうに思うんですけれども、こう小田先生自体もこのフェス気に入っていただいている感じなんですね。どうやらそうらしい、ということじゃないですか。懲りずに出てくれてる。他の人たちも、うん、いつも思うんだけど、はい、大体他の本土のフェスで言うと、うん、自分の出番の前にパッと来て、はい、終わってすぐパッと帰る人多いんですけど、うんうん、このフェスは、うん、朝までいるんですよ、はい、誰も帰らないっていう。これすごいですよね。まあ、帰れって言いたくなる人もいる。ベロベロだからベロベロだね。誰って言って嘘です。いや、でもね、ほんとすごい。だからこのやっぱりこのモンゴル800がフェスティバル What a Wonderful World っていうのは、あのモンパチにとってまずそもそも自分たちのパーティーなんだよね。そうですね、ビーチパーティーですからね。私が楽しいから、ね、そう、うちらも楽しみつつ、うん、まあ、それはお客さんにも伝わるっていう、うん、
ね、アーティストにもこう伝播しということで、そういう大型のフェスなんだけれども、それぞれちゃんとの仕込みからこう頑張るという感じなんですね、はい、その辺もガッツリホストですから、3人とも、はい、トイレとか掃除してるからね高橋先生、自分が少しした後とかマジですか、はい、アウトドア派だもんね、はい、機械いじり得意だし、最近デコレーションとかも興味あるから、今年もなんかアーティスト専用のビーチをちょっと作りたいんですけど、はい、足場、単管パイプもいっぱいゲットしたから、はい、作ろうかな、何作るのかな何作るのかなそのうちなんか飛んでいったりしてね佐藤先生もね、はい、釣りバカ先生じゃないですか、まあ、釣りはその後、うん、後の話で、うん、その後までケアしますよっていう、ケアしますそれはそれで、うん、でまあ料理、料理をね、料理系、もてなし系担当なんで、いや素晴らしいですよね、はい、で清作先生、俺何してるかな、うん、とりあえず一緒に、とりあえずみんなと飲んで乾杯する係です、うん、そうそうそう挨拶回りです、挨拶回り、まあ、そういう意味ではね、本当に一般のお客さんともそうだし、そのアーティストの皆さんとその交流があるからこそ、そのね、やっぱりこの皆勤賞の、アーティストの皆さんもいらっしゃるわけで、本当はもっとたくさん、本当は参加したいっていう人もいるんでしょ、いますよ、もちろん、ね、2日で足りないかも、もっともっと沖縄のアーティストも出したいし、ね、出てもらいたいし、それこそさ、1週間ぐらいさ、ね、皆さんにも協力していただいて、各所、関係各所にお願いしていただいてね、1週間はちょっとやめようかなごめん、言い過ぎました、ごめんなさい、スタッフがもうやられませんそうか、お前何言うてんねん勝手にっていう、いやでもね、それくらいね、本当に凝縮したイベントなんですけども、今回が小田和正先生で、かりゆし58、はい、ね、そして、けむり先生、はい、ね、沖縄でけむり見るの久しぶりだったりするんですけど、ちょうど再結成して、うん、沖縄初ライブがこのイベントになってるんで、はい、すごい楽しみです、ね、なるほどですね、はい、そして、ね、ハイスターギターを弾いているその、ね、ケイ横山さん、ね、でサンボマスター、サンボマスター、ね、あ鈴木さん、マジで飛び道具ですね、マジで鈴木さん、鈴木正幸さん、どこの鈴木さんか分からないんだけどそうそうそうマーチン先輩ね、ね、一人ランナーですからね、そしてスターダストレビューか、東京スカパラダイスオーケストラで、スカパラ先生もね、スーツ着込んで野外で汗だくでガンガンやりますからね、でもなんか一番楽しんで見える感じ、うん、このフェスに来たらね、いつもなんかバーベキュー楽しみにしてみんな楽しんでやってる、ああいいですね、はい、そしてね、皆勤賞のドラゴンアッシュ先生、はい、でこれナンバー69でいいんですか、69ということで、ナンバーさんとね、ユニットが出る、そして今年ビギン先輩、うん、うん、いつもね、うん、なんかタイミングが合わなくて、はい、やっとです、3回目にして、はい、これなんかコラボレーションはいですね、多分スッチします ね、 この前、お楽しみに、これね、ちょっと楽しみ、そしてなんか懐かしいブラフマン、でもブラフマンもすごいですよ、みんな好きだよね、あ、本当ですか、なんかイメージ的にブラフマンの皆さんはこうなんかクーラーの効いた部屋っていうイメージを勝手にするんですけど、結構アウトドアすか、いや、すごいですよ、本当ですか、でフラワーカンパニーズだったり、ポリス X、 マキシマム・ザ・ホルモンで、ライムスター、その他もろもろね、これなんか今は言えない、すごい、もう日本中1億3000万人の人が知ってるんじゃないかっていう方も出るという噂をもう小股に挟んでますので、詳細はこちらの方出しておきますんで、ぜひチェックしていただいてということで、じゃあ最後にお一方ずつからちょっとメッセージグアを番組化してください。はい、今年3回目のイベントなのでぜひ、あ、じゃあ明けぼのの皆さん遊びに来てください、よろしく、地元だし、はい、どうぞ、いやいやいや、もう僕もね、美味しい魚をいっぱい取っておくんで、はい、ぜひ遊びに来ていただいたら天ぷら、まあ、天ぷらをね、ガーラの天ぷらを用意しておきますんですごいですよ、はい、待ってます、120センチぐらいなんかね同じぐらいの、あ、なんと、はい、
自分たちもとっても楽しみにしてるし、はい、で来た人もみんな楽しいって言ってくれるし、アーティストもお客さんも本当にやってて楽しいんで、ぜひ実着の人は待ってます。実着とアジアと開けますめっちゃ近いさ、もうめちゃめちゃ近い感じですけど、まあまあある意味あの浦添市民はバスに乗って皆さんで来てくださいということでね、来ないとダメですね。ぜひあの10月5日土曜日、そして6日はぜひね、またワンダフルワールドの会場まで足を運んでください。ということで、今回のゲストはモンゴル800の皆さんでした。どうもありがとうございました。